普段撮られるとき結構恥ずかしかったり、慣れるのに時間かかるんだけど、カメラの後ろにふみちゃんがいると思うとすごい、あ、よかったってすごい思うんだよね。なんか信頼するから、ふみちゃんの世界に入り込んだ感じがする。 すごい楽しかった。私も初めてちゃんとてんこちゃんをこうやってスタジオで撮影させていただいて、友達だからちょっと照れくさい部分も最初あったけど、でもやっぱりてんちゃんの持つピュアな部分であったりとか、素直な綺麗なところがたくさん写真に現れてて、毎度ながらこう被写体の方に助けていただいてばかりなんですけど、今回もすごく刺激になりました。